野瀬街道が商店街となった丘町付近左手は、原田神社野瀬街道は、大阪府大阪市北区中津一丁目から池田市を経て、妙見山の野瀬妙見道に至る、旧街道。野瀬街道は、長江寺南から分岐し、美濃の滝や滝やステラ、勝ツオ寺への参拝路の美濃街道がある。また、現在では、旧街道に並行する国道176号、 大阪と夜中池田及び国道173号池田忠の瀬の山の通称別称として使われることも多い。中津で中国街道から分岐して十三三国、省内、服鳥、岡町、石橋、池田、木部古港、忠、一の鳥居、そして尾根筋を通り妙県産へ至る。池田屋の瀬で産する酒や衣類、木材が東海道によって 大阪へ運ばれ、さらには、のせから奥に続く、丹波国の米、栗、炭銀、銅などの搬出炉でもあった。また、終着地ののせ妙圏をはじめ、沿道には、服部天神宮、東光院、原田神社、多田神社など社地が並び、街道の途中から入った中山寺、勝尾寺などを含めての参拝炉としても賑わいを見せた。明治9年に、 大乗館たち60号で道路の種類及び等級が定められた際、野瀬街道は大阪府下で3本のみの一等中間線に掲げられている。ところで、岡町から池田まで古くは利根山周りの山道を通っていた。この坂が急で物資運搬に支障を来すため、明治27年に現在の阪急と夜中駅付近から石橋にかけ、比較的平坦な振動が開かれた。 これを新の瀬街道と言い,い、現在の国道176号ルートとほぼ同じである。現在は大阪市から池田市まで阪急電鉄宝塚線と国道176号が池田市から妙見山陸まで国道173号及び国道477号が並行している。また、川西市北では野瀬電鉄妙見線が並行する。これら鉄道や 道路の整備によって、東海道は衰退したが、現在も、かつての道筋の多くが残り、生活道路として利用されている。旧伊丹街道と交差する丘町付近や阪急、電鉄宝塚線石橋半大前駅周辺では、商店街となっている。阪神淡路大震災により、街道沿いの古い木造家屋は、大きな打撃を受け、当時の街道を忍ぶ貴重な家屋も現在は、 建て替わったり駐車場などになり、かなり少なくなってしまった。ありがとうございます。